はいどうも皆さんこんにちは、ビオチキチャンネルうぷぬしのビオタです。さあ今回も吉田であるということ、お前ら吉田の何を知ってるっていうんだ、やっていきたいと思います。まあ前回は C、 前々回は B、 その前も C というね、ランク付けとなってしまいましたので、今回こそ全問正解目指して頑張っていきたいと思います。こちらの動画は2021年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましてはこちらの前の動画で、説明用の動画が上がっておりますので、そちらの方のご視聴をよろしくお願いいたします。さあということで早速やっていきましょう。5人の中から吉田を見つけてタップするんだ。吉田と自己紹介する。佐藤です。エドモンドでごわす。吉田です。中です。太田です。ということで、吉田くんはど真ん中。ピンポン。これでね、本当に吉田ですと自己紹介してなくて吉田だったらビビりますけどね。嘘をつくとき頭をかく癖がある。何か嘘をついてほしいというところで、昆布が好き。サッカーが得意。成績が一番だぜ。ピアノが弾けるよ。嘘なんかついたことないでごわす。ね、ピアノが弾けるよと言っている子が頭をかいておりますね。この人が吉田くん。さあ、3問目。あだ名はヨッシー。あだ名はオッシー。田中。本田。サトッチ。ヨッシー。ね、T ヨシザウルスのヨッシーですね。さあ、第4問。吉田くん素敵ー、赤くなっている。そしてど真ん中ですごい空気読めない感じでゴワスって言っている人がいますね。お前じゃないよね。第5問。垂直跳びはあまり得意じゃない。あまり得意じゃないという、得意少し得意、得意ではない、あまり得意ではないかな。いや違うな、あまり得意ではない、得意じゃない、無理。田中だったー。さあ第6問。球技は一番じゃないけど真ん中よりはできる方。さあつまり上から2番目ぐらい。この人が吉田。 OK ですね。今のところ1問ミス。第7問。よく笑う。布団が吹っ飛んだ。ここあと4問間違い入れてみましょうか。ゴアスさん選びましょう。エドモンド。さあ、第8問。風船を膨らませるのが異常に早い。めっちゃくちゃ早い。すごい、こう、ふかふかやってるこの人は、どういう状況でやってんだろう。結ぶのが下手とかそういうことですかね。さあ作るのに苦労しているのは一体誰なんだいと。エドモンドだった。さあ危機快快な動きをしていたエドモンド。パイ避けがやたらにうまい。避けることなく前段フルヒットしたのはエドモンドでしたエドモンドゲームみたいになってる。第10問。さあ連打が一番じゃないけどすごく早い。おい、エラー起こしたぞ。これはもしかしてエドモンドの E？ エドモンドの E だった。さあ、吉田と D。10分の5ですね。何も分かってない。吉田のこと何も分かってない。ごめんって。なんか失望されたかのような音ともに文章が出てきましたが。エンディングは全部で7種類。今のところ見つけたのが、3種類ですね。D。で、回答の数で言うと、1問ミス、3問ミスかなが、今のところ、1問、3問、5問ミスのそれぞれのエンディングを見れているという形になるんでしょうかね。いやー、でもこの文章好きだな。ね、何も分かってない。吉田のこと何も分かってない。いや、思わず謝るような感じの文章ですよね。すいませんって。いやー、まあでも、分かってないと言われてもね。途中からエドモンド探ししてたから、分かってないのは確かなんですよね。途中から本当にもうエドモンドを探すゲームと化してましたから。
結構綺麗にエドモンドだけ見つけられてましたしね。まあでも一問ミスするまでは結構うまくいったはずなんですけどもね、あまりとかそういう抽象的なものが分かりづらいんですよね。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。